はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。さてね、本日ももう一本、九団体戦リーグからね、攻めをお届けしたいんですが、今回はサザンクロスですね。これね、まだまだやっぱり出くわしますね。いろんなとこで、使われている配信なんだなというふうに思うんですけども、これです。で、なんでね、今回このサザンクロスを紹介するかっていうと、攻略の仕方がちょっと私のね、常識を覆すぐらい、画期的だったんで、お見せしたいと思って動画にしました。で、攻め方はクイヒーラバルなんですよね。で、今ね、6時方面をライドラでカットして、で、クイヒーをどっから出すかっていうことなんですけども、どこでしょうね。まあ、およそ、想像枠と思いますが、まあ、4時側ですね。ここからクイヒー出していきます。で、ババキンを処理している間に、エビドラで3時方面をカットすると。これね、実はアシャ島からヒーラーが撃たれちゃってるんですけども、で、ヒーラーが減るんですよね。でもまあ、ちゃんと全開まで持っていけると、まあ、いうね、このチャンドラさんのプランニング、まあ、ほんとすごいですね。相手の防衛はまあほぼカンストで、こちら側はね、まだヒーローのレベルがマックスではないという状況なんですけども、まあ、それでも行ってしまうと。で、これ見てください。これ、アーチャークイーンが、この、3時と6時の、四角の深くの間をこう歩いていくんですよね。ここを歩かせていって、じゃあこの3時側はっていうと、バスタープラスババキンボーラで削っていくという形なんですよ。で、ここでバスターで今この2つのね、クイヒーとババキン部隊を合流させて、で、そこにヒーラーでボーラーをこう回復しながらさらに突っ込ましていくというとこまで持っていくっていうね、この発想ですね。大体ね、こういうサザンクロスを攻略する場合って、このあるどっかのね、四角の区画に、クイヒーを突っ込ませて制圧するっていうパターンが、まあ、一般的だと思うんですけども、これができちゃう配置がね、あ、なるほどあるんだなと。で、よくよく見ると、結構こういう配置ってないと思いましてね。で、まあ、改めて今回ね、このサザンクロス、前回を動画にしたというとこですね。本当にすごいですよね、これ。このクイヒーの使い方は本当に発想がなかったです。ちょっと、まあ、ここまで来たらもうね、全開かなり見えますんで、2倍速にしてね、あとは一気にお掃除、まあ、ほぼほぼ掃除タイムですね、これを見てもらいたいというふうに思うんですが、これで全開ですね、お見事でございました。そうしてましたらね、ちょっとこの配置をね、眺めながら、なんでこういうね、攻め方ができたのかっていうところをね、まあ、少し解説していきつつ、最後にもう一回、リプレイ流して終わりたいと思います。で、このサザンクロスね、確かに、別にここを通す必要はなかったんですね、ここのところを。別にこっちにクイーンを突っ込ましても、まあ良かったと思うんですよ。なんですけど、それをやろうと思うと、結構難しいですよね。ここからね、じゃあバスターを出していくといった場合に、こことここをまあライドラかベビドラでカットして、で、しっかりここからね、バスターを突っ込ましていく。でもそうすると、じゃあババキンの使い道どうなのかなって感じですよね。クイヒーと一緒に出していくのかな、何がいいのかなと、ちょっと迷ってしまうと思うんですよね。さらにラバルをするんだったら、まあ、こっちですよね。こっちにアチャクイがいるので、これはね、なるべく、まあ、破壊しておきたい。でも、ここにクイヒー入れちゃったら、アチャクイ処理できませんよね。じゃあ、こっち側どうでしょうと。クイヒーで行く前提ですけどね。まあ、シングルは嫌なんで、この区画はまあ、入れないという前提。こっちに入れた場合。援軍忘れますよね。でも、イーグルが壊せないですよね。で、さらに、ここ。エアスイーパーもこっちにあるので、なんとなく確かに、この辺から突っ込ましたいなっていうのは、空をする前提で考えたらなんか見えてきますよね。で、じゃあその時になんでここの区画に入れずにここを歩かせたのっていうと、クイヒーを歩かせるのに別にこのウィズドンの位置までっていうのは壁がないじゃないですか。むしろこう、なんていうのかな、先細りでこういう風にね、あ、ごめんなさい。先細りで、だんだん通路がこう狭くなってますね、こういう風になっているので、まあ、クイーンがね、比較的この中まで入っていきやすい作りになっていること。さらに重要なのは、この細い通路にインフェルノの範囲がシングルがこうかかってないんですよね。なんでこの辺さえしっかりね、ライドルで処理できちゃえば、なんかさっきからごめんなさいね、処理できちゃえば、もうね、クイーンは必然的にこのシングル IT のターゲットゾーンに入らずにこっちにこう歩いていけるっていうのがなんとなく見えてきますね。で、さらに、じゃあここが横打ちされてね、ヒーラーやったり、あと、やったりって言っちゃった。ババキンがね、ババキンじゃないわ、クイーンがダメージを受けるので、じゃあここを処理するのに、
バスターからのババキンボーラーを使っていくという格好ですね。で、まあ、タウンホールの位置がこのど真ん中にあるんで、ここのウィストンのところでバスターを合流させられるように、このね直線上この辺からバスターを出していけば見事に合流するだろうと、まあ、いうことで、しっかりねバスターをこの辺から守っていかなきゃいけないんですけども、まあ、クイヒーもね同時にこう中に進行しているので、まあターゲットは分散されますから、まあ、そんなにねバスターがダメージ受けることもないですね。でさらに今これクイヒーを突撃させましたけど、これがねできるケースっていうのが、あのこういうサザンクロスの場合多いんですよ。なんでかっていうと、こう壁の外にいっぱい施設が防衛室がこうありますよね。そうすると、まあ、当たり前ですけど防衛力がこう分散するんですよね。分散しちゃうから、アチャクイが中に突入していっても集中砲火を浴びにくい作りになってるんですよ、サザンクロスって。それがね、あのすごい、あのこういう攻め方をさせる、なんていうのかな、その状況を作り出していて、見事にその穴をね、あのジョイさんが縫ってくれたっていう形ですね。なので覚えておいていただきたいのは、こういう狭い通路に誘導できやすいようなサンクロス配置で、かつこれインフェルノタワーが、そこのねクイヒールートを、範囲に含まない場合、シングルがね、こういう今みたいなねジョイさんの攻め方ができますんで、ちょっともう一回、そこの点をねよく注目してみてもらいたいというふうに思います。でまずはライドラ、ライドラでこちらの6時方面をしっかりこうカットしていきますよね。カットしていって、でまあカットがまあある程度いくなというのが見えていたところで、ちなみにこれウィズ出してますね。これはライドラのサイドカットですね。このライドラが、今これ時計回りこっちに行っちゃったらアウトですんで、それをやらせないためにウィズを出したというところですね。で、これしっかりと、アーチャークイーンで、ババキンを処理している間にサイドカットをさらにこの3時方面進めていくっていうところですね。で進めていって、ルートがある程度確保されたなと、クイヒーのねところで、バスターからの、ババキンボーラーで、ここ横一直線ですね、横一直線にババキンと、ボーラーたちがこう歩くような格好を作ってますね。で、ターゲットを分散させながら、中心部にしかも同時にね、まあ、こうたどり着きそうなタイミングっていうのをここで作ってますね。まあ、このタイミングをねやっぱりプレイヤースキルがここにはあって、結構難易度は低くはないと思うんですけども、まあ、綺麗に決まるともう止まらなくなっちゃいますね、ユニットが。ちなみに1個どうでもいい話、このベビドラ最後まで生き残るんで、もしよかったら注目してください。すごい僕びっくりしました、よく伸びたなとここまでと思ってで、まあ、話がそれましたが、しっかりね中央に入った部隊には、呪文をふんだんに使いながら、相手の防衛軍だったり相手のアチャクイを処理としていって、天敵が消えたところで、ラバルを展開していきますね。で、まあ、ルートができているっていうのをさっき言いましたけども、対空砲もねほぼほぼ折れてるんですよ。ラバルで折る対空砲はもうこの1本しかないので、もうラバは今回1体しか使ってませんよね。この1体がずっと最後までこう、まあ、ターゲットを取り続けながら、前回まで持っていくという格好でしたね。もう非常にお見事、お見事すぎて、もうさすがにこの攻めは私も思いつかないですね。びっくりしてしまいまして、さすがにこれはね動画に上げさせてもらいたいと思って、まあ、今収録をしているんですけども、まあ驚き、もうその一言ですねジョイさんって本当にね発想がなんていうのかな、豊富で、決まった戦術をね配置に当てはめることをしないんですよね。配置に合わせて戦術っていうのを柔軟に変えていくっていう、そういうね発想ができる方なんで、本当に適応力が高くて全開率が高いです。ぜひね、まあ、これからもジョイさんの攻め、チャンドラさんの攻めね、上げていきますので、よろしければねその、配置に合った攻め方って何なんだろうっていう、そこの考え方をねぜひこう参考にしてもらいながら、ご覧いただけると、よりね理解してもらいやすいんじゃないかなというふうに思いますんで、今後もどうぞよろしくお願いいたします。というところでね、本日は改めて失礼しますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では本日は失礼します。バイバイ。